はい、皆さんこんにちは。日本 M&A センターの白鳥と申します。今回からですね、社長からよく質問がある項目ということで、3回にわたって動画のシリーズやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は M&A こんなトラブルを避けたいということでやっていきたいと思います。まあ、皆様初めての M&A ということで、いろいろ心配なところもあるかなというふうに思うんですけども、こちらスライドの方にですね、ある通り、まず一つ目に関しましては、まず M&A に対する本気度というのが非常に大事になってくるかなと思います。まあ、M&A やるにあたってですね、まずは情報収集だけをしたいという買い手さん、売り手さんがいらっしゃるんですけども、まあ、非常にそれは危険でして、まあ、こうやって M&A が進んでいくにつれて、まあ、簡単に見送りにされてしまいますと、まあ、情報漏洩の危険性が非常にあるわけですね。ですので、まあ、しっかりと我々は、まあ、事前の段階で着手金というものをお支払いいただいて、ちゃんと本気 の, 買い手さんと売り手さんで進めていくということを大事にしております。次は2番目ですけども、まあ、事前情報とはそんなこと聞いてないよということが出てくるということが M&A ではよくあります。ただこれはですね、まあ、非常に事前の準備が大事になってきまして、まあ、弁護士さんだったり会計士さんとか税理士さんですね、の中で、まあ、事前にそういった論点をあぶり出すということが非常に大事になってきます。ただこれは非常に難しくてですね、なかなか社長の方からいろんなことをですね、お話しいただけるっていうことが、まあ、何十年もやってらっしゃいますし、我々はもうこの数ヶ月で社長とお話ししてるわけなので、まあ、非常に難しいかなというふうに思います。ただやはりそこはコンサルタントの力かなというふうに思っておりまして、私の事例でいきますと、まあ、本当に高知のスナックに社長と行ったりとかですね、まあ、場合によっては社長がシンガポールでバカンスを楽しんでいる時に、まあ、一緒に行かせていただいたりというところで、まあ、そこまで寄り添って仕事をしているということになります。で、3番目の一番 の, 懸念事項としましては、まあ、M&A した後にこ う, うまくいかないんじゃないかということをおっしゃる社長さんが非常に多いんですけれども、こちらですね、本当に夫婦生活に例えるとすごく分かりやすいのかなと思います。例えばその結婚をされた後にこう夫婦生活が始まっていくわけですけれども、やはり今までこう見えてきてなかったところが、ちょっと洗濯が汚いとかいろんなものが出てきてしまって、本当はこんなはずじゃなかったのになみたいなことはあると思うんですね。ただ、まあ、夫婦の場合は、まあ、子供がおりますので、まあ、それが稼がいになっていいと思うんですが、まあ、企業の場合はそうはいかないですよね。やっぱり、まあ、オーナーさん社長はプライドありますし、で買い手さんは売り手さんにこう送り込まれた役員の方は買い手さんの役員としてミッションがあるわけですので、まあ、非常にここはいろんな思惑が重なってうまくいかない可能性があるということがありますね。ですので、まあ、こういったところはそういう M&A 後のこれ PMI という言葉なんですが、まあ、そこ専門でやってらっしゃるそのコンサルタントにお願いすることがすごく大事かなというふうに思います。はい、ということでして、まあ、3つですね、トラブルあるんですけども、まあ、我々の会社はですね、全てに対してこうサポートできる体制ができておりますので、まあ、ぜひですね、事業承継お困りの社長はですね、一度ご相談していただけると幸いでございます。今日はありがとうございました。